平成31年2月17日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2018JPFF 日本プライベートフットボール協会主催によります日本一決定戦、オーシャンボールその第25回記念大会として、その前哨戦北日本代表対南日本代表による交流戦が行われます。北日本代表は北海道優勝チームクルムスイーグルス、対します南日本代表は九州社会人優勝チームマーベアーズです。試合開始13時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。ただいまグラウンドの中央では両チームのキャプテン審判団によりますコイントスが行われております。奥側からネイビーのユニフォームが北海道代表クルムスイーグルス、手前側ホワイトのユニフォームが九州代表マーベアーズです。岡田、ラインジャッジ、宇土、サイドジャッジ、日野正、バックジャッジ、山本、フィールドジャッジ、平野、ゲームクロック、新海、ブレイクロック、加藤、以上の審判団でこのゲームをジャッジいたします。コイントスの結果、クルムスイーグルスキックオフ、マーベアーズリターンで試合が始まります。青森、ヤホー